10代男性ですね三船敏郎さん岡田さん、こんこにちは。突然ではありますが僕は最近の声優さんの演技に対し違和感を持っています小賢しい声の偏調や入れなくてもいいようなわざとらしい語尾の息 <laughs> あのこういう感じなんでしょうね空気感の伝わらない話し方など昔の役者さんならしないような演じ方の数々そんなことばっかり気にしてしまい最近ではアニメを見る機会が減りました。 なぜこうなってしまったのでしょうか。本当はもっといい演技ができると思うのに。というですね。十代男性の方からのですね。まあ、お便りです。うーんとね。まあ、宮崎駿も同じようなことを言ってますよね。で。あの、言ってることはわかるんですけども。声優さん側からすると、それ違うんですよね。えっ、ー、とね、声優さんってもともと。あの、テレビの洋画、海外映画主にハリウッドの。 をですね、テレビでオンエアする時に日本テレビでオンエアする時に昭和30年代とか40年代行ってみんなあの映画洋画を見慣れてないわけですよね。でそういうふうな人たちに海外の映画見せる時もしくは海外のテレビドラマ見せる時に出てきた職業というのが声優さんなんですよ。で声優さんの役割何かというともちろんまあそのセリフを日本語化して 演技つけて言うというのもあるんですけども実は一番大事なのはですねっていうのは、えー、例えばボディーサインでも僕らが知ってる。 サムアップ、親指を上げるんだったら OK っていう意味でここでこういうふうにするとそれはいわゆるなんとかということですねっていうふうにですね、まあ、比較的日本で知られるようになったようなボディーランゲージもあるんですけども海外のです、ね、人たちのしゃべる時俳優さんがしゃべる時のですねそのノンバーバルコミュニケーションって言えばいいのかなセリフにはなってないんだけど体全体で伝えたり表情でやったりするようなことってですねあのほとんど 当時の日本人には理解不可能だったんですね。例えばアイボールコンタクトっていって相手の目を離すっていうのは誠意の表れなんですけどもところが日本の演技でですねアイボールコンタクトをやるとそれは相手に対すすするる反感の表れだったりするんですよ。つまり、えー、反感を持つと相手を睨みつけるになるんですけども海外の映画を見るとですね相手を睨みつけてるように見えてそれは誠意がある対応してるっていうこのすれ違いがあるんですね。 でこのギャップを埋めるのが、声優さんの仕事でもあったんですよ。だから、声優さんの演技っていうのは、その洋画の吹き替え時代から一貫して、絵で足りない、もしくは画像で足りない部分のニュアンスを、演出家の意見に従って増すんですね。減らすというか。だから、そうすると、増し増しになって。その いまだに洋画吹き替えファンっているじゃないですか。あれ何なのかって言うと、その演技マシマシになってる方がわかりやすいわけですよ。で、さてここでアニメーションというのが誕生して、テレビアニメというのが誕生して、テレビアニメというのが毎週放映されるようになったら、そこでですね、俳優さん以外に声優さんが入ってきたわけですね。で、声優さんが入ってくると次はどうなるのかというと。 鉄腕アトム動かない手塚治虫さんがですねあの、虫プロを作ってですね、鉄,鉄アトムを作ったときに、ちょっと待てと、あの東映がやってるような劇場アニメだったら、普通の俳優さんを呼んできて演技させても成立すると。なんでかっていうと、絵がめちゃくちゃ動くからなんですね。ディズニーにしても、東映のアニメにしても、絵がめちゃくちゃ動くんですよ。そうなると、普通の演技でいいんですけども、ところが、手塚と虫はこんなアトムが。 口開けてるだけなんです。で、この口開けてるのを、な、よし許さないぞっていうセリフが入る場合もあれば、どうしたことなんだろうっていう場合もあれば、うん、博士に相談しようっていうのも全部この絵なんです。よ。この絵の止めなんですよ。そうなると声優さんのマシマシ演技で <laughs> やるしかないわけですね。で、あの <laughs> それがこれがまあベースにあるわけですね。昭和三十年代 40年代50年代ずっとですか1960、まあ、年代70年代80年代ぐらいまではマシマシ演技の時代だったんで,すよでそっからですねまあアニメーションというのは絵が動くようになったんですけど相変わらずなんだろうな時代が進んでもですねアニメーションの予算とスケジュールが増えた試しがないわけでですねそうなると動くところと動かないところがあるわけですね。 で、なったらですねその何だろう声優さんのましまし演技って相変わらず必要なんですよ。例えばそのアニメでよくあるですね口元を見せてそれ本気で言ってるのみたいなシーンあるじゃないですかあれ実写でやらないですよね。アニメーションではよくあるそれ本気でやってるのってフレーム口だけによってやってる演技っていうのをあなんで実写やらないのかというと実写ではニュアンス伝わらないんですよ、ね。実写でそれを なんだろう、マシマシ演技でやっちゃうとものすごい何だろうな役者の悪ノリか、コントみたいになっちゃうんですよでもそれはアニメーションではやるとそれはアニメーションっていうのは基本的に漫画の進化系だから漫画の小回りのフレームが自由自在に動いてカット,カットごとにですねそのものすごいクローズアップになったりすごい引いたりしたりなんか危なっまるな場所にカメラがあるとこれ当たり前じゃないですか。あの 普通の会話劇ですら、急に斜め上からのアングルでアニメーションって撮ったりしますよね。別にあの何だろうな、ファンタジーもの異世界ファンタジーもので2人が会話するシーンでもですね、急にロングになったりですね、斜め上から撮ったりするんですけども、あんなの実写で絶対やらないですよ。それなんでかって言うとそのなあの。 絵が持たないからっていうのが正直ないうのはこれを実写でやると本当に風景がいいところに行っていわゆるマジックタイムっていわれる夜明けかなんかこう日が沈む直前のです、ね、時間帯にとって風が吹いて木が動いてて雲が流れてっていうす全ての素材が生で動いてるからこそそういうのってかっこよく見えるんですだからそうすると固定フレームカメラ据えっぱなしでもできるんですけども。 アニメでそれやってもて、ね、ての素材がなかななかか動いてくれない。くれもう宮崎駿が本当に渾身の力でこういうふうに自然に演技させろと言っても「風立ちん」の「風が吹いて湖がさざまに立つ」シーンとかですねもしくは「魔女の宅急便」の「危機が一番最初にです、ね、野原で寝てて風が吹いてきて決心するシーンっていうのはですねさん手間をかけて実写では当たり前にできるようなことがやっとアニメーションできるのですね アニメは実は足りないんですよ。足りない。代わりに強調ができると、あの写真と絵の違いっていうのは見せたい。場所を強調できるのがイラスト絵の強みですよね。同じようにアニメーションの強みっていうのは実写に比べて見せたい場所を強調するなんですよ。だから口だけのアップでそれ本気なのっていうシーンがあるんですね。目の演技を見せないことによってあえて強調すると。だからその中の。 声優さんの演技なんですアニメーションという全体の中の演技だからやっぱりその何だろうな息遣いとか語尾の作り方とかですね声を変調させるっていうふうなことをやってもう作画も背景も声優も全力でマシマシしないと実は案外見れる映像っていうのは作れないっていうことだと思いますね。 これはです、ね、別に手書きのアニメーションに限らずです、ね、あの新しくシリーズが始まった「降格機動隊の」あの全部古 CG のやつを見てもやっぱ声はマシマシ系にしないと成立しないので,です、ね、あここら辺はですねな,んかなかなかこれを声優さんが「うたらかんだら」っていう風に非難するのはちょっとかわいそうなんじゃないかなというふうに僕は思います。